皆さん、こんにちは。今日はですね、上海市で皆さん多分無料で配られたと思うんですけども、この、簡易抗原キットをですね、使ってみたいと思ってます。で、まずはですね、手の消毒からしましょう。ね、手の消毒からします。はい。続きましてですね、この綿棒です。4回転ね。左4回転、右4回転、ね、時間にしても約15秒ぐらい入れてください。1.5 センチぐらいがですね、いいと思います。はい、次は反対側です。で、この中に、先ほどの入れた、綿棒を入れます。で、一旦ですね、30秒ほどかけて握っててください、ね。はい、で、その後1分ほどかけて置いておきます。次はですね、これをですね、5回絞ります。逃げれますんで、3、4、5。で、ちょうどですね、この箱にはですね、ちゃんと穴が開いてます。ね。で、この穴にですね、先ほど試験管をこう置くとですね、いいと思いますね。はい。で、これを開けます。はい。出てきました。はい。検体したものをですね、入れていきます。ね。大体ですね、一般的には、4滴ぐらいでいいとなってますんで、4滴ここに入れてきますね。はい。2、3、4。はい、入りました。大体ですね、10分ぐらい置いときますね。はい。このようにですね、線が出てきましたね。はい。で、使った後のですね、ここに袋がありますんで、この袋の中に、しまってくださいね。袋の中にしまって、で、処分するというふうに守ってください。次はですね、これをですね、スマホのアプリからですね、アップロードします。WeChat のところにですね、こういうアプリがありますんで、アップロードしていきます。操作は簡単ですですね、まずは、自分の、住所とか、パスポート番号とか、ね、そういったものを入力した後にですね、先ほど出たこの結果をですね、写真に撮って、で、それをアップロードすると。過去に抗原検査をしたデータがですね、溜まっていきますんで、で、それによってですね、チェックできると。で、これはですね、上海の健康 QR コードにもつながってます。推薦版ですよね。上海の健康 QR コードに、アクセスすると、抗原検査の結果もつながってくると。まあ、そういう仕組みになってますんで、ぜひ皆さんも試してみてください。抗原セットっていうのはですね、検査キットっていうのは簡単にできます。で、今までですね、PCR 検査でですね、並んだりとか、ね、たと数時間待ったりとか、そういった必要がなくなりますんで、非常にですね、便利です。というメリットがあります。ただ、どうしてもですね、PCR 検査と比べてですね、感度的なもので問題がありますんで、陽性判断にはならないんですけれども、中国の場合は。でも、簡易的にですね、先に、陽性かどうか分かるということには非常に意味があるというふうに言われています。